い、続きまして加藤先生の、デッキが変わりましてリザードンデッキで今回は対戦していただきます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、発売前のカードもあるので、はい、それはコピーで代用してます。はい、はい、私も入れてます。はい、1枚だけど未来のカードがね。はい、もしかしたらこの動画が上がる時にはもう発売されてるかもしれないですね。かもしれないですね、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ先行ではでは、はい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、おいただ、高校もらいます。はい、おー、承知しました。リザードンデッキはね、高校で全然いいと思ってます。はい、はい、7枚です。はい、7枚です。まだ今日段階でね、診断のカードが全部公開はされてないので難しいところではあるんですけど、おーすごい、はい、はい、じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、一かけです。はい、じゃあ1枚引きます。はい、どうぞ。未来ドンのタンデムユニットを使います。はい、どうぞ。ライド、はい、ないと思うので、じゃあもう一回タンデムユニット使います。ボルトロス出して、ああ、なるほど、準備しておきます。はい、未来のお守りをつけます。はい、 HP が50、はい、HP が50大きくなりました、はい、手張りもします。はい、じゃあこれでお返しします。はい、わかります。ああ、なるほどね。じゃあ早速新カード、仲良しポケモン使います。はい、自分の山札から HP70 以下の種ポケモン2枚まで選んでベンチに出せます。はい、私サイドにポケモンいってるかと思った。ひとかげと、ひとかげ、うわー、全然いるじゃないですか。出します。びっくりした、だいぶ手前に固まってます。全然おるやんけ。仲良しポケモンもう1枚使います。はい、あー、おっと、はい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 、ついてきます。はい、いっか、テーブルシティをスタジアム出します。はい、お互いのプレイヤーは自分の番号で1回コインを投げて、うん、表なら、好きな時も手札に加えることができます。コイン好きやな。あ、面白いです使用します。あ、うん、好きやな。じゃあ確実にいきます。ハイパーボール、はい、ネオラント連れてきてベンチに出します。で、特製ルミナスサインを使用します。山札からサポートカード1枚持ってこれるので、いや、ここはね、ちょっとエネルギーカードないにつき、なんじゃも手札に加えます。もう早速手札カットしてる。はい、頼む。あー、そっちじゃない。じゃあベンチの人影にこのエネルギーを1枚手張りして、これでパワーアップにします。はい、はい、承知しました。1枚いただきます。はい、どうぞ。デッキジェネレーター使います。お、1枚。おお、まんま、あれ、タンデムユニットですか。はい、タンデム使っていきます、はい、あ、ちなみにエレキジェネレーターはどこにありますか。あ、エレキジェネレーターはライコーにあります。ライコー、はい、了解です。過ぎてもどうなのかなと思うんですけど、とりあえず鉄の回なんです。はいはい、手張りの希望エネルギーをライコにつけます。で、エネルギー使って逃げます。はい、で、ライコを出します。はい、で、ライコの瞬足を使います。はい、うん、これで、いや、あ、攻撃しません。お、これで返します。お、なるほど、はい、なるほど、もらいます。テクニカルなことをされますが、いや、これじゃあテーブルシー使います。はい、あー、ここ裏だと話全然変わるんだけど。じゃあ不思議な目を使います。種ポケモンを1進化飛ばして2進化できるので、ポッポをピジョットに進化となります。うん、で、どうしよっかな。前の番からいた人かけます。リザードに進化させます。はい。で、ピジョットマッハサーチを使用します。うん、自分の場に1回使えて、好きなカードを手札に加えることができます。うんうん、ので、このカード1枚、手札に加えます。はい。
そのデッキにはいらなそうなので、ピジョットにわざわざにデボリューションを持たせます。はい。で、なんでも。やだー戻って、戻って。やだごめん。いや、頼む。頼む。頼む。ピジョット EX に、手前します。これでバンを返します。で、わざわしデボリューションを取らせてしまいます。はい、どうぞ。大中に学習装置をつけます。はいはいはい。大中につけ、エレキジェネレーターを使います。はいはいはい。なんか何十枚必ずエレキジェネレーター引くな。あ、しかも2枚つくんかい。2枚つきました。250になると。はい。そうなんです。なんじゃも。なるほど。やばい。ああ、なるほど。まだ育てます。これで返します。これで育てます。守れます。はい。いやー、どうしよっかな。なるほどね。テクニカルなことされますな。いや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 。でも、ただタオルを伸ばしてもいいことは何もないので、まず服、吹かずのシナリオを使います。はい。自分の場のポケモン1匹選んで手札に戻します。うん。やらなくて手札に戻します。おお。じゃあもう一回使えるってことだ。そうですね。で、不思議な目を使用します。リザードの EX に進化して、特性煉獄シナリオを使います、自分の場にこのカードが手札から進化した時に使います、基本このエネルギーを3枚自分のポケモンに好きなようにつけれるのでじゃあ2枚前のリザードにつけますと、で、まだ山札は触りたい気持ちマッハサチを使用します。はい、好きなカード1枚持ってこれるので、まあ、このカード1枚持ってきますかね。はい、前の番借りた人影をリザードに進化させて、これでじゃあ技を使いましょう。はい、バリングダークで180点与えます。はい、あんまり調子乗るとそいつが強い火力を出してしまうので、あえて相手が取ったサイドの枚数かけるあプラス30ダメージずつねされていくので、はい、はい、それでは1枚いただきます。はい、瞬速使います。はい、どうぞ。じゃあこれをビーチコードにスタジアム取り替えます。ボスの指令で、ね、ピジョット。うわ。うわ。はい。ピジョットを出します。で、あれじゃん、弱点。弱点ですね。ですよね。そうなんですよ。そこはね、覚えたんですよね。それは良くないな。で、そしたらじゃあライトニングロンドで、はい、弱点7倍なので400。はい、弱点2倍なんですね。400点。じゃあピジョット EX 消します。お疲れ様でした。いただきます。じゃあリザードに刺します。はい、守れます。いやこれなどうしよっかな。じゃあリザードにこのエネルギー1枚取りします。はい、このまま技使います。バイオリダークで、先ほど長友さん最後2枚取られましたので、はい、最後の取られてる数かける30上がるので今60点プラスで240点で最後に刺します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ最後2枚になります。助かりました。そうですね。ライドのポイントで、はい。なるほど。はい。じゃあ1枚引きます。はい、どうぞ。あ、学習装置が働いてる。あ、そっか。そうですね。
これちなみに、そうなんですよ、1枚つけれるんですけど、これ公式戦だとつけることができるので、あ、つけなくてもいい、間違えてつけなかったらっていう最低に流れちゃうなっちゃうので、ごめんなさい。ここに結構学習装置あるのかって、学習しました。学習しました。エレキジェネレーター使います。はい、なるほどね。ここ、お前疲れるとやばい。はい、あ、でも手割りで今3枚、あ、やばい。おお、リザードが倒される。はい、あと1枚手割りすればライチュウで360点出せる。ライチュウに、はい、とりあえず生地ジェネレーター分はつけて、ジョーラントを出しまして、ルミナスサインを使います。はい、サポート1枚選びます。はい、あー、生地ジェネレーター、そうですね、ですね、ですね。でこれでもしジェネレーター2枚ついたら、うん、鉄のカイナでいいんですよ。はい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 、はい、でプライムキャッチャーでリザードのホッポか、ホッポ呼び出して、うん、ゴッツアンプリファイして置けば、ほぼ次の番、僕はライチを倒さないと。そうなんですよ。じゃあこの森の封印石をネオランドにつけて、はい、キジェネレーターを2回使います。はい、1枚、おお、すねー。いや、でも手張りまだ残ってるのか。手張りしてないか。してないですね。これ雷エネルギー持ってるんだったら、あー、あー、持ってる。持ってる。育ちましたね。はいはいはい、育ちました、育ちました。プライムキャッチャーでボッツァンするじゃないですか。じゃあそれ2枚取れるじゃないですか。あー、そうかそうか、ポッポ。はいはいはい、で、そうなると僕次の番、ライチュウは倒したいんですよ。うん、けど、ライチュウ倒してると鉄の回のが無傷残ってるんで、うん、次のがボッツァンできればいいという話にもなるし、うん、なるほど。そしたら、はい、これか、これを、そうですね、森の封印石を使います。はい、はい、やっと現れた瞬間、イエーイ。あ、しかもちゃんと偉い裏にしたの分かるように、分からんように。で、プロキスの練習用のやつを出します。はいはい、でこれはトレーナーが1回しか使えないんですよね。グッズなんで、グッズだから使えない。はい、大丈夫です。で、あ、その相手の、はい、ベンチポケモンのポッポを選んで、はい、で自分は鉄のカイナを出しますと。いやー、これは、で、そんで、あ、できることはないので、じゃあ、いきます。ゴッツァンプリファイで、120ダメージなので気絶、弱点で、はい、まあ、ダブルターボついてるんで、あ、そうですね、100の倍200点ですね。はい、2倍どうぞ。いただきます。じゃあリザードを出します。頑張ります。いや、これはでも、これはでも、まずまずキャプチャーボール大事。えい、おい、おお、タレポケも連れていきます。いや、表出ろて。いや、ボス負けなんだよな。あの、え、何本線は点取らないですか。1、2、3、4、5、6、7、7枚は多いて。7枚は多いて。じゃあ、輝くリザード、はい、っていうので、あ、出た、ベンチ出します。出た、強いやつや。で、で、手張りします。はい、で、いや、そうだな、ネオランド出してルミナスサイン作ります。うん、で、これで、なんじゃもう、いきます。おー、で、ちょっと待っておくださいね。ちょっとお待ちくださいよ。違うか、わからん。ちょっとお待ちくださいよ。これでカットお願いします。で、もう使わないので技の系ボリューションリザードに持たせて、いや、そうだな、これで、なんだろう、いや、あー、ちょっと偉い、ネストボを使います。カットお願いします。
いや、これで、じゃあ逃げるエネルギー2個切ってリザードフェニックス逃げます。で、はい、カバー早くリザードフェニックス前出します。カバちゃん来た。じゃあこのまま技使います。火炎爆で、本当は、ゴヤミ必要なんですけども、うん、特性エキセントカートで相手がすでに取ったサイドの枚数分、このポケモンが技を使うための無色エネルギーが少なくなるので、今7号さん4枚サイドを取られているので、はい、このエネ1個で技が使えるので、250点。はい、OK です。手塚にエクソを傷させます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ最後に2枚もらいます。はい、それじゃあお願いします。とりあえず、あ、待ってくださいよ、これは。あ、学習装置、はい、あ、そうだ、学習してきます。エボリューションを新しくします。はい、いや、これだからもうボス負けなんだよ。一旦大中で1枚引きます。はい、お、お、お、ボスの指令あるかい。あるんかい。ボスの指令持ってるんかい。はい、いや、もうこれもどっちでもいけますよね。まあ、リザードさんも持ってるのかい。2,3,4,5,6 6枚使って360点。気絶します。いただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ボスあるの。トライトライトライ。ほんとこれぐらい強いデッキなんですよ、ユライドンって。いや、練習したんですよ。いやー、しかもブラウンキャッチャーサイドだし。ねえ、なんか、ね、そうそう。